多くの美容愛好家にとって整形手術はたまらないもののようだ。それは自分の外見を実際に改善できる最も効果的な方法だからである。しかし誰もがこの方法で希望の外見を手に入れられるわけではなく、耐え難い代償を払うことさえあるかもしれません。誤ったフィラー注入で唇を失いかけたレイチェル、ナッピアー、フィラーの位置がずれて右目が永久に見えなくなったキャロル、ブライアン、北田市での整形手術を受けて身体障害者になりかけたモニーク、アレンなど。このビデオでは、世界で最も恐ろしい整形手術の失敗例を9つ紹介する。新しい視聴者の皆さんは、素晴らしいビデオを見逃さないよう、チャンネル登録をお忘れなく。トップ9、高夏系。中国、香港の芸能界に初期の頃、ちょっと有名な女優、高夏系がいた。彼女の容姿は驚くほどではありませんでしたが、それでも美しくて素敵でした。しかし年齢を重ねるにつれて高夏系の顔はますます怖くなってきました。彼女自身も自分の顔がとても怖かったと認めています。ある時彼女の家に泥棒が来たそうですが、その泥棒は彼女のすっぴんを見て怖がって逃げたそうです。そしてこれらすべては彼女の整形手術の経験のおかげで起こりました。当時ほとんどの人は整形について沈黙していましたが、木赤月輝は全く恐れることなく第一世代の整形女優となりました。彼女はまた整形手術後、自分の顔が実際により洗練され、フェイスラインがより明確になったことをメディアに公に認めています。それ以来高夏系さんの整形への執着は止まらなくなった。彼女は自分の鼻が十分に完璧ではないと感じたので、鼻にプロテーゼを装着しました。顎が十分に美しくない場合は骨を切り落としてください。しかし当時の整形技術と製品の品質により、多くの製品の品質と保存期間は信頼できず、それが高夏系の顔に徐々に問題を引き起こすようになりました。彼女が成長するにつれて彼女の顔はますます恐ろしくなり、細部が崩れ始め、ほとんど外観を損なうまでになりました。高夏系が整形に行った理由は、恋人の恵比寿白泉を喜ばせるためだった。しかし五白泉にとって木夏系は第三者でしかありえない。自分の立場を安定させるために高夏系は常に自分の外見を調整することしかできませんでした。トップ8、レイチェル、ナピア。過去10年間カーダシアン姉妹は更新拡大のトレンドをリードしており、レイチェル、ナピアもその追随者の一人です。29歳の彼はインスタグラムの広告に惹かれ、整形手術の道を歩み始めた。結局のところ唇フィラー手術を受けるのにかかる費用はわずか220ポンドであり、非常に魅力的です。しかし彼女はこの決断が彼女の人生を変えることになるとは思っていませんでした。形成外科医がレイチェルの上唇の傷跡を治療した際、誤って動脈にフィラーを注入してしまい、合併症を引き起こしてしまいました。血管に物質を注入することは非常に危険であることは素人でも知っています。手術の直後、レイチェルさんは唇に激しい灼熱感を感じて目が覚めました。彼女は自分の唇が腫れていることに気づき恐怖を感じました。病院に運ばれた時、彼女の唇は通常の4倍に腫れ上がり、ほとんど鼻に触れそうになっていました。このような極端な症状は医療スタッフの注目を集め、後に3人の医師全員が動脈に充填剤が注入されたことを確認した。同時に詰め物が期限内に除去されなければ、レイチェルは唇を失う危険があるということに全員が同意しました。彼女の唇を正常に戻すには、長くて痛みを伴う再手術が必要でした。この事件を経験した後、レイチェルさんは整形手術のリスクについての世間の認識を高めるために、自分の話を公表することに決めました。同時に、彼女はイメージアンバサダーとして、セーフティー&ビューティー組織に参加し、無資格者による美容整形手術の禁止を求める請願活動を開始した。トップ7、ビニー。多くの人が自分をより洗練され美しく見せるために整形手術を受けますが、カリフォルニア出身の男性モデル、ビニー・オーは宇宙人になることを望んでいます。彼は自分が地球外生命体であると信じており、この考えは17歳の頃から実践されており、そのために100万ドルも費やしたこともあります。ビニーは虚弱で病気で、身体の発達も他の仲間たちほどよくありません。背が低く、髪がまばらで頭が大きかったため、彼は自分が宇宙人であるという確信を強めた。モデルになった後、
彼はさらにこの願いを叶えたいと思うようになった。リニーさんの最初の整形手術では、顎の骨が削り取られ、まぶたが非常に広くされ、目の頭には大量のヒアルロン酸が注入されました。これらの奇妙な整形手術は、彼の重度の精神疾患に起因しています。長い隔離生活のため、彼は自分がこの世に属していないように感じた。整形後、見た目はさらに奇妙になり、周囲からは異質な存在とみなされていたが、そのおかげで幸せを感じ、さらに整形の道を突き進んでいった。彼は顔の輪郭をより立体的にするために常に頬骨と鼻を調整し、脂肪吸引やプロテーゼなどの方法も使用しました。しかし、彼の行動はアメリカのネットユーザーからも反感を買い、街に出ると嫌がらせを受けることも多く、車で殴る人さえいた。しかし、さらに極端なのは、リニーは本当の地球外生命体には性別がないと信じているということです。エイリアンのイメージに近づけるため、彼は生殖器まで取り除いた。トップ6、キャロル・ブライアン。キャロル・ブライアンは、30代の頃から顔の小じわを減らすために定期的にボトックス注射を受けているダイナミックで成功した女性です。2009年、47歳の時、彼女はボトックス注射ではなく、額と頬骨のふっくら感を取り戻すためにフィラーを試すことにしました。この決断が彼女の運命を完全に変えることになるとは、彼女はほとんど知りませんでした。手術中、医師は誤って2つの相入れない物質を混合し、注射すべきではない顔の領域に誤って注射してしまいました。すると、キャロルの顔はみるみる腫れあざができ、その痛みは耐え難いものになりました。時間が経つにつれて、彼女の皮膚は予想以上にダメージを受け、硬化して変形し始めました。かつては柔らかかった顔の輪郭は、昔の自分とは全く違う、醜い姿に変わってしまった。さらに悪いことに、詰め物が右目の視神経を移動させて圧迫し、右目に永久失明を引き起こしました。それから3年間、キャロルは自分の外見の変化を受け入れるのに苦労しました。彼女は鏡に向かう勇気がなかったし、家族や友人にも会いたくなかったし、自殺を考えたことさえあった。最後に、娘の説得もあり、彼は勇気を出して医師の助けを求め、回復への道を歩み始めました。しかし、修復手術には必ず激しい痛みが伴います。もっとも日常的な手術でさえ、悲惨な結果を招く可能性があることは明らかだ。トップ5、ジョン・ヴァン・アーク。ジョン・ヴァン・アークは、その美しい容姿で多くのテレビシリーズに出演してきたアメリカの女優で、ノッツランディングのバレーン・ユーイング役で最もよく知られている。しかし、他の多くの女優と同様、彼女は自分の容姿に満足することはなかった。自分の外見をより魅力的にするために、ジョン・ヴァン・アークは体に多くの変化を加えた。彼女の最近の写真をよく見ると、たくさんの手術を受けているように見える。彼女の顔は滑らかで不自然に見え、少し光沢があるように見えました。これは、ボツリヌストキシンを大量に注射し、レーザー治療も受けたことが原因である可能性が高い。それだけでなく、まるで鼻を整形したかのように、彼女の鼻も以前より細く短くなったように見えた。さらに明らかな整形手術の証拠は、彼女のような年齢の女性には通常、首にシワがあったり皮膚が緩んでいたりするものだが、ジョンの体にはそのような問題がなかったことだ。残念ながら、これらの手術により彼女はより美しく見えるどころか、見た目が悪くなってしまったのです。これは、かつて彼女のルックスに夢中になっていたファンにとっては悲しむべきことだ。トップ4、ジョーダン・ジェームズ・パーカー。イギリスのジョーダン・ジェームズ・パーカーはキム・カーダシアンの熱烈なファンである。外見を彼女に近づけるために多くの整形手術を受けただけでなく、トランスジェンダーにまでなった。17歳の時から、ジョーダンは唇のフィラー、頬のフィラー、首の脂肪吸引、ケミカルピーリングなど、様々な手術を受けてきた。彼女の最大のこだわりは、唇をふっくらさせることだ。彼女は50回以上の手術を受け、自称、イギリスの新王だ。心配なことに、度重なる流鼻術のために呼吸困難に陥った。彼は再建手術によって呼吸を回復させ、鼻を小さくすることを望んでいたが、これは却下された。なぜなら、彼が鼻を小さくした当初の意図は、膨らみすぎた唇のスペースを確保するためだったため。多くの人がジョーダンは精神的な問題を抱えているに違いないと考え、整形手術を希望する彼に精神科医に診てもらうよう勧めたが、ジョーダンは自分は全く病気ではないと確信していた。なぜなら、彼はキム・
カーダシアンの外見から多くのインスピレーションを得ているが、彼女の特徴が好きなだけで、カーダシアンそっくりになりたいわけではないからだ。トップ3、アプリル、ブラウン。誰しもより美しい外見に憧れるものだが、整形手術の間違いによる大きな結果を許容できる人はほとんどいません。米国ロサンゼルスのアプリル、ブラウンは、完璧な尻にこだわり続けてきたヘア、スタイリストである。完璧なお尻を作ろうと、彼女は闇市場で豊尻手術をしてくれる医師を見つけた。しかし、この選択は彼女に終わりのない痛みをもたらした。コストを節約するために、闇市場の医師は実際にバスルームのシーラントに似た工業用シリコンをエイプリルのお尻に注入した。手術直後、アピルは薬物が神経と筋肉を侵すのを感じた。時間が経つにつれて状況は悪化し、注射した部分が変色して痒くなり、激しい痛みが続いた。化学薬品は簡単に取り除くことができなかったため、医師はお尻ごとシリコンを取り除くという極端な措置を取らなければなりませんでした。残念なことに、その過程でエイプリルはお尻に感染症を発症し、一時は命の危険にさらされました。臀部、下腕、下体の深刻な損傷部位の切除を含め、命を救うために最大27回の手術を受けた。最終的に命は助かったものの、現在は義足で生活している。トップ2、モニーク、アレン。モニーク、アレンはトランスジェンダーの歌手であり、整形中毒者である。22歳以来、200回以上の整形手術を受け、そのうち100回近くは非正規のないものだった。彼女は自分の体に液体プラスチックを注入することに取り憑かれている。彼女の推定では、75回の手術で12リットル以上のプラスチックが体内に注入されている。これにより彼女はほぼ傷つき、障害を負った。モニークは幼い頃からカトリック系の男子校に通っていたが、この生活が気に入らなかった。その結果、彼女は18歳の時、両親に性転換手術を受けたいと告げた。22歳の時、モニークは性別適合手術を受けた。その後すぐに、彼女は手術を受けて、望んでいた胸を手に入れました。次に、彼女は鼻に注目した。何年もの間、鼻は彼女にとって悩みの種だったからだ。しかし、体のラインを強調するためにシリコンを使用した後、モニークは整形手術にはまり、非正規の医師に治療を求めるようになった。時間が経つにつれ、こうした手術の副作用が現れ始めた。体内のシリコンは、ニークの体の様々な部分に移動し始め、血液循環に深刻な問題が生じた。それだけでなく、彼の足の皮膚の一部が壊死し、化粧で覆わなければならなくなった。ここ数年、モニークは足、お尻、頬、顎からシリコンを除去するために、再び10万ポンド以上の出費を余儀なくされた。トップ1、ケイティ、スタブルフィールド。率先して整形手術を受けた他の人々と比較して、米国ミシシッピ州出身のケイティ、スタブルフィールドさんはそうせざるを得なかった。美貌のケイティは16歳の時に学校の男子に恋をするが、第三者の介入によりその関係は2年後に終わってしまう。心の傷と慢性的な胃腸障害で、彼女は疲れ果て、死にたいと思うようになった。ある日、ケイティは兄の家のバスルームで武器で顔を殴りました。兄がバスルームの異変に気づいた時、ケイティはすでに床に倒れていた。緊急救助により一命は取り留めたものの、容貌は完全に損なわれ、呼吸、嚥下、咀嚼が困難となった。これはケイティが回復まで長い道のりを歩まなければならないことも意味する。ケイティの両親は、ケイティを様々な顔面手術や理学療法を受けさせるためにあらゆる努力を惜しまず、顔面移植の申請に成功した。31時間に及ぶ顔面再建手術を受けたケイティは、ついに命を取り戻し、世界で最年少の顔面移植手術を受けた患者となった。人生を取り戻したケイティは、人生をもっと大切にする方法を知り、将来は心理カウンセラーになって、危機に瀕している人々を助け、自殺を防ぎたいと考えています。以上がこの動画の全内容です。このビデオが気に入ったら、コメントしてチャンネル登録することを忘れないでください。ご覧いただきありがとうございます。